我々もお供します。新入りも残るってよ。じゃあ俺が帰るわけにはいかねえだろ。さあ仕事を始めましょう。こんなことに巻き込んですまない。あなたのせいじゃない、エイリオンのせいです。いやつ本当にずずしいぜ。すごい大軍だ。これを我々で何とかするわけですね。朝飯前だぜ。作戦はない、戦うだけだ。やっ、テレポーションシップを攻撃しろ。テレポーションシップを破壊したぞ。先ほど最新鋭のコンバットフレーム120機が北京に到着しました。敵の戦力はどうなっている。エイリアン約5000、無数のドローン、怪物、そしてマザーシップが防御スクリーンを展開しています。勝算はあるのか。分かっているのは、敗北すれば次のチャンスはないということです。すでに文明は崩壊しつつあります。今多くの戦力を失えば立て直すのは困難です。たとえ敗北するとしても、敵の7割を道連れにしなければ未来の可能性すら残りません。時間稼ぎどころか、これは奇跡だ。数人を相手にこれほどの被害を出すとは。
思っていなかったはずだ。まもなく北京での戦闘が始まります。勝利を祈るしかない。情報です。無数の怪物たちがここへ向かっていると。おそらく敵戦が呼び寄せたのでしょう。いよいよ年貢の納め時ってわけか。